真の社会貢献とは何でしょうか。それはそのことで見返りを求めないことにその意義があります。提供は貝島文化協会です。皆さんこんにちは。こんにちは。政教分離を考える会の代表小川でございます。本日はゲストに、日本を守る市民の会の黒田代表、よろしくお願いします。カルトハンター日後会こと日本を守る市民の会から参りました黒田大輔と申します。よろしくお願いします。政教分離を考える会の理事、後藤さん、後藤よしこさん、それから同会の幹事の小川美奈子さんにも参加していただいております。幹事の小川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう早速ですけれども、そのこのはばかりながらという本が実は今日も新宿の駅の書店で買ってきたんですが、これはあの今年の2010年の5月15日に発行された本なんですが、この奥付けを見るとすでに2010年の6月25日第4冊、一月の間に4冊が出ています。これは、約10万部を超す部数になっていると思います。すごいですね。すごいですね。売れてますね。だからこれはノンフィクション部門でこれほどの冊数のベストセラーになるっていうのは久々のことで、それだけでもすごいことなんですが、実はこのはばかりながらっていうこのノンフィクション部門の本が実は最近の売れ筋ナンバーワンである村上春樹の1984、これを瞬間でありますが抜いて第一になりました。総合部門の第一ですね。素晴らしい。これは素晴らしいことです。まあ、あの村上春樹さんは文芸部門の実績もありますし、読者もいっぱいいますから、それにはやっぱり自力では勝てませんが、特にその1984の3、あのボール3、それからボール2、これが今連続して自力を発揮しておりますが、このはばかりながらはそれに肉薄しております。つまり総合部門で肉薄ですから、これは大変な業績だと思います。でそこで一つ言葉を付け加えますと、この1984も実はカルトの問題なんです。つまり、このカルトのはらんでいる本質的な暴力性という問題、そしてそれと戦う市民団体のこれもまた暴力性という問題、そこには当然父という存在、村上春樹さんが今まで作品の中で扱ってこなかったのは父なんです。父の延長線には神と仏がいます。村上さんは意識的にそういう部分を排除してきましたが、この1984ではカルトというものを取り扱う際には父という問題、父と子の父ですが、これをなくしては語れないということで、大変な労作でありますが、これでこのはばかりながらも池田大作品格パート2にもこれはカルトが全面的なテーマになってます。2つのベストセラーに共通するものが、カルトということが大変興味深い。カルトというのは、ここはあのカルトハンターで有名な日本を守る市民の会の、はい、黒田さんに一言。はい、わかりました。カルトの定義、いろいろあるんですけれども、まずフランスの会員ですね、国民会議の方で10項目あるんですけれども、まあ、私全部はさすがに暗記しておりませんので、その中のいくつかで言うと、まず公権力への浸透を企てる、それから裁判沙汰が多い、それから多かれ少なかれ反社会的な教えを説くという宗教団体は全てですね、反社会的宗教団体ということで、フランスにおいては、セクト、向こうでセクトというんですけれども、いわゆる日本でいうカルトに認定されていると。で、フランス SGI、 いわゆる創価学会のフランスの組織ですね、それもカルト認定されているということですね。カルトの一番重要なことは、対話によらず
釈伏というのが本来の日蓮聖宗のルールであるにもかかわらず、日蓮聖宗を冠している創価学会は対応を全く重視せずに、突然裁判という、こう話ができない状態に持っていく。そうですね、私も突然裁判が来ましたね、ダミーからですけれども。黒田さん、今裁判何個ですか？私4つ抱えてたんですけど、3つ型がつきまして、残りは1個ですね、今のところ。で、カルトに売ってかかるっていうのは裁判を、やんなきゃいけないっていうね。そうですね。一番嫌だよね。時間取るしね。時間取られますね。金も取られるよね。そうですね。弁護士に頼むと、ただ私は弁護士には一切頼んでませんので、まあ弁護費用としてはかからないということになってます。で、4つ抱えてたうちの、2つ、もう1個は完全勝訴ですね。私1円も負担なしですね。で、もう1個は実質勝訴の和解と、追加の負担はないと。で、謝罪も賠償もなしと。で、もう1個はですね、ちょっと一審で負けちゃったので、それに引きずられて高裁も、減額はされたんですが、10万円ということで。まあでも、4つ抱えて今のところそれだけですから、万々歳といったところですね。私も公明党からの刑事告訴7つか8つ受けてて、創価学会の民事提訴も含めると10を超しますね。お金は私はありますからいいですが、いや本当ありません。読者サービスでございましてありませんが、視聴者もうどっちみちね、手間と金と暇を取られる。そうですね。それを押してやるとなるにはよほど強い意志がないとできない。そうですね。で、これから日本守る市民の会というのは略称をして日後会と言いますが、実は日後会が面白いことをやっています。大阪で先月のいつでしたっけ、最初は一番最初は5月の末23日ぐらいから行ってましたね。でも独自のデモは6月19日ですよね。あれは実に面白かった、はい、私も久しぶりにね、楽しかったが、とりあえず直近の先週の日曜日何日になりますか。27日ですね。6月の27日に創価学会本部信濃町にありますが、この信濃町の創価学会本部はほとんど大城塞化していて、普通の人は信じられないような治外法権的な匂いが漂う、まあ、とてもおどろおどろしい空間になっております。一般の人は近づきにくい、非常に行動なのに誰も歩けない。いや、それが不思議なところでね。普通の人が歩けない。そうそうそう、それがあるんだよね。学会の建物ばっかりで普通ので歩いてるって何してるんですかってやるんだよね。そう。いや、だって歩いてます。行動でしょ、ここって。で、黒服のなんか気色悪い連中、キモい連中がですね、なんか後ろからつけてきますし。で、向こうですぐこう電話で。電話で来てますみたいなことで。無線で連絡取り合って。でカメラで勝手に撮りますし、ね、カメラの撮り方が、ね、直近なんだよね、俺も撮れた時はさ30センチ以下に来るんだよ。ちょっと近すぎてさ、近って感じですよね。本当にちょっとそんな撮られたらさ、肖像権も減ったぐらいもねえだろうみたいな感じでね、そういうなんかここは歩いちゃいけないんだな普通の人は、という感じなんです。それを面白いことにね、去年の 11.18、つまり創価学会の創立記念日に、実は日後会の人たちが実に面白いパフォーマンスをやってくれました。それのくだりをお願いできますか。はい、わかりました。11月18日ですね、創価学会の創立記念日ということで、その素晴らしい記念の日に我々はですね、解散しろと解散しろと堂々とですね、行動上で文章を読み上げまして、それをですね、いわゆるニコニコ動画や YouTube で配信しましてね、まあ私どもは狙いとしましてはですね、先ほどおっしゃった通り、一般の人が歩けない雰囲気というのをですね、いわゆるタブーをぶち壊せということで、日後会活動しております。